ふたりパパ。みなさんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。今日のご飯どうしようと迷ってるそこのあなた、簡単うまい見た目が豪華、今日はニシンのひつまぶしなんてどうでしょう。イワシでだって作れます。僕の故郷名古屋の味を家庭でも簡単に再現できちゃうこのレシピ、プレーン薬味だし茶漬け、1個の土鍋で3度美味しい、おかわり無限ループにご注意を。スウェーデン育ちの2人の感想は。それでは行きましょう、ふたりパパのスウェーデンで作るニシンのひつまぶし。シェーナ、皆さんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。今日はですね、タイトルにもあるようにニシンのかば焼きを作りたいと思います。スウェーデンでは多分今が旬なのかな、あんまりないんですけど、たまにこう生のこういうニシンがパックで売られていて、シトゥルミングって言うんですけど、多分スウェーデンで有名な一番臭い缶詰、なんか世界で一番臭い缶詰の元となってるニシンなんですけど、多分日本だったらニシンでもニシンあるだろうし、イワシでもできると思うんですけど、僕の名古屋の友人がいつも作ってて、こちらがその友人のアカウント。メニューに迷った時はいつも彼女のページを開いてインスピレーションをもらっています。今回のレシピ、僕はみりんがないのでアレンジはしていますが、この投稿で知ったメニューです。いつも真似して作ります。しかも僕名古屋出身なんですけど、うなぎのひつまぶし風な感じで今日はやっていきたいと思います。すごい簡単なので、よかったら真似して、感想とかコメント欄でいただけたら嬉しいです。じゃあ行きましょう、ふたりパパ。今日はそのひつまぶし風なので、最後の締めのお茶漬け、だし茶漬けにするための出汁を取っておきます。なんかこの前日本行った時にファンの方にいただいた、多分タイのお出汁の私がある合うかなと思って、今日はこれを使いたいと思います。まだ開けてないんだよね。普通のなんか顆粒だしとかでも全然いいと思うけど、これを水から煮出して10分15分だって。これもやるんだけど、とりあえずお味噌汁も作ります。このかば焼き美味しいんだけど、ちょっと野菜がないので、まあ、野菜は味噌汁で取ろうかなと思ってます。もっと簡単に済ませる時も多いんですけど、まあ、やっぱりね、なんか食べたい時とか和食がちょっと恋しいなっていう時はこういうのよく食べます。僕大根の味噌汁がすごい好きなんですけど、大体このなんか棒状の切り方にしてます。まあ、大根はお水から茹でます。買いかけのナスがあったので、これをナス、あんまりお味噌汁にすることはないんですけど、もうご飯はね今日すごい炊いてあるの で今日はかば焼きのそのタレを先に作っていきます。いつも結構適当なので、いつも味見しながらやるので、どれぐらいかな、でもちょっと甘辛な方がいいと思うので、蜂蜜酒醤油、キッコーマンはすごい普通のスーパーで売ってるのでだいぶありがたいです。本当はみりんが使いたいんですが、手に入りにくいので僕はこれぐらいの分量でやってます。ただオリジナルのカズさんのレシピはこんな感じになってて、なんか彼女はいつも多めに作って余った分は冷凍しておくんだって。実はこの時も僕足りなくなって作り足したので、今度から僕もそうしたいと思います。いつもさ測ったりしないので、これ蜂蜜使うべきはちょっと癖の少ない赤潮の蜂蜜を使ってますけど、蜂蜜苦手な方はあんまり苦手ってことないと思うけど、ちょっと匂いがあんまり強い蜂蜜しかないなっていう時はお砂糖でもいいのかなと思います。お酒1、2、3、4。なのでみりんがないバージョンのこの時はこれぐらいの分量でした。まあでも目安ね、あくまで目安。これをシェイクします。ちょっと味を見ます。うん、いいかも。うちはあんま甘すぎると鶏かばかがあんま好きじゃないので、ナス投入。そして次はいよいよニシンに取り掛かります。ふたりパパ。基本的には今日はこれを揚げ焼きにして、小麦粉まぶして揚げ焼きにして、その後でタレになじませるっていう感じです。今日は薄力粉を使います。今日はちょっと特別にバイオレットを使います。なんかサクッとするらしいので。スウェーデンは薄力粉があんまりなくて、
結構中力粉ぐらいからしかないんですよね。でこのもう開いたやつがあるんですけど、これをに小麦粉をつけていきます。自分でお魚開けなくてもこうやって売ってることも日本は多いと思うのですごい簡単です。余分な粉ははたいて全部に小麦粉をつけちゃいます。これは多分フライパン2回ぐらい焼かなきゃいけないかな。もちろんね炭火とかがあったらいいなと思うけど、夏だったらねそれできるんだけど、夏はあんまりこのストリーミングが見たことないんだよね。あ、ご飯やそう、うち IH なのでウィン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 ってなんかすごい言ってます。なんかすごいあんま IH 便利だけどうるさいのね。やっぱガスがいい。でもガスコンロってないんですよね、スウェーデンで。日本はねガスの方が多いし、まあ、最近でも IH 増えたのかな。どうですか、皆さんのお宅はどうなんだろう。なんか野菜が多分煮えたのでもう味噌を入れちゃいたいと思います。なんか本当はね、こし器とかあるといいんだけどね、ないからいつもこうやって味噌溶かしてます。あ、もう多分いいかな、この出汁。あ、いい感じ、すごいいい匂い。うん、そろそろタイの出汁パックを引き上げます。いい感じ、温まったかな。あ、びっくりした。今日はちょっと揚げ焼きということで少し多めの油でやります。といってもなんかそんなひたひたっていうほどじゃないけど、こんな感じです。これぐらい、まあ、足りなかったかな。足りなかったら後からね足してもいいし、上手にできるかな。めっちゃビービー言うでしょこの IH。 焼いていきます。中火の強火、強めの中火。焦げつかなければちょっと強めでもいいかも。ちょっと皮がパリッとなって身が締まってくるとなんかもっこりなってこうかば焼きっぽくなってくるよね。皮目の焼き目を確認して良さそうならひっくり返していきます。あ、いい感じになってきましたね。こっちお皿にあげちゃいます。そして同じフライパンで残りのニシンも焼いていきます。今回僕は3回に分けて焼いたのですが、3回目はちょっと焦げが気になったのでキッチンペーパーで軽く拭いてから焼きました。そして焼けたらですね、もうこのフライパンにさっき作ったタレを入れます。ちょっと跳ねるので気をつけてください。ちょっとタレ足りないかな。で、まあこれでシュワってなったら多分もうアルコールは飛んでいるので、こいつらを一気にドボーンって入れちゃいます。ちょっとね今日タレが足りなくて身の上の方が被らなかったので、スプーンなんかでもう上からかけて染み込ませておきます。そして薬味用のネギも切っておきましょう。本当はね、万能ネギみたいなやつが良かったんだけど、なかったんですよね、昨日買い物行った時。そして今日はこの土鍋を使うんですけど、ここでは使えないのでここでやりたいと思います。さあ、いよいよ盛り付け兼最後の工程です。もうすぐご飯、あと多分ね5分、実際にはね5分以上かかるって分かってるんですよ。でもね、早めに行っておかないとなかなか来ないってこと皆さんないですか。ここにご飯にご飯を敷き詰めていきます。どれぐらいかな、これ二重とかにしてもいいんだけどね、ご飯をね2段にね。こんな感じでご飯を敷き詰めます。敷いたで、こいつをつまぶし風に見えるかな。結構ね身が柔らかいから崩れやすいんですよね。こんな感じでイワシとかこのニシンとかは結構小骨とかその背びれとかもこれついてるので、もうここで切っちゃった方が食べやすいです。まあ、お子さんはねちょっと注意した方がいいかなとは思うんですけど、もう小麦粉つけて焼いてるので結構もうタレはね染み込んでます。
あとニシンとかイワシは結構身が柔らかいので、うなぎみたいに蒸したりしなくても結構ふわふわに柔らかいと思います。油がしっかり乗ってる時期だったらうなぎより美味しいかもね。そう、そしてこれを着火します。そしてタレが足りなかったと気づいたミツパッパ、後ろで慌てて作ってますね。魚に染み込ませた時のタレは衣の小麦粉がいい仕事をしてとろみがつくんですが、追加のタレはちょっとシャビシャビなので少し小麦粉でとろみをつけてます。そして上からタレをお好みの分だけかけて、さあご飯だよ、ご飯だよ、蓋をして5分ほど中火にかけます。これでおこげができるっていうのももちろん一つの目的なんですが、これで土鍋で少し蒸すことで美味しくなる気がします。ちょっとさ、箸とか並べてもらっていい？海苔を揉まなきゃいけない。海苔を揉まなくて。え？海苔を揉むの？何揉む？海苔。それどういうことか分からない。海苔を揉み揉みするの教えてあげるじゃん。本当はね、こう刻み海苔がいいんですけれども、ちょっとめんどくさかったので袋に入れてもみ海苔にしてます。いつもね、うちの母がよくやってました。よし、できた。できたかな？焦げてないということで、土鍋で作るニシンのひつまぶし、家族3人で囲みたいと思います。二人パパ、ねえねえねえ、ちょっと待って。今日はご飯それじゃない。今日ご飯あそこに入ってる。しょっぱんで、しょっぱんもあるけど、しょっぱんに入ってる。お腹ついた。こうしょ、行くよ。ただ、海苔で食べたい。ということで、ニシンのひつまぶし完成です。これは何？ナス。これは何？ナス。これ、ナス。これはナス入ってるのやす。食べてみたら1個ぐらい。やだ。え、そんぎょうか。グルカと一緒だよ、それ。いただきます。ごめん、ちょっと早かった。いただきます。今日はあのひつまぶし風なので。なんだっけ、ひつまぶし風。ひつまぶし、ひつまぶし風。うん、これ今はのおりで食べれない。なんで？全部それ食べればいいんだよ。まず最初軽めについで泣いてんの。これ海苔、これに海苔かけて食べるんだよ。もっと小さく、これよく混ぜてあげるよ、食べやすいよ。あ、茄子の味噌汁うまいね。久しぶりに食うと。まずはひつまぶしなのでそのまま、うん、うん、ふわふわだね。醤油？うん、うん、醤油と蜂蜜。でもうちは結構、うん、でもうちは蜂蜜だいぶ少なめにはしてるけど。あ、うん、うまい。やっぱうなぎよりはあっさりしてんのかな。あ、うなぎ。本当はうなぎで作る方。うん、やばい、これ食べ過ぎちゃった。うん、1枚もらっていい？ダメ？叩かないの？あなた叩かないで、あなた海苔取れない。海苔を取った人も叩いちゃダメ。もうこれうまいね、マジでうまい、うん、どうこれ、美味しい？何？何じゃん、美味しい？うん、海苔で巻いた、美味しい。なんでかわかる？なんで？フィッシュ炊いてって
からそれだけ甘くなった。甘くなった、うん、あ、よかった。じゃあよかった。次ラストやつ。 OK です。でもそんなに甘くないでしょ。次が2回目いく、うん、次は薬味を乗せていただきます。あの山椒があると良かったんだけど山椒がないから。ああそうなんです、ね、山椒、うん、でも七味かけてもいいかな。じゃあもっとご飯欲しい。これもっと連れあげようか。そう、薬味全部食べて、全部食べてからね。はい、この七味がさ、あ、筑波のあたりで取れる七味らしいんだけど、これあんまり辛くなくて結構あの香りがいいかな、うん、これちょっと試してみて。山椒のやつかな。2回目どうかな。薬味バージョン。この七味めっちゃ合うねやばい、これすごい美味しい。もっとおかわり欲しい。うん、これ青魚。そうだね、青魚。なんかみんな家族3人で青魚好きよ。いいことだね。よかったね。よかった嫌いな人もいるからね。うん、あとリカが好きでよかった。魚はみんな好き全部好き。どんな魚でもってこと。どんな魚でも。なるほどね。久しぶりにちゃんと作って美味しい料理作った感じする。あ、じゃあ次はどうも食べ方。さあ次はいよいよ3つ目の食べ方。お茶漬けの味はどうでしょうか。次は自分で取って。次はだし茶漬け。早いねペースが。これは大好きね。これいやマジで美味しいね。これやばい。これ全然全部半分ぐらいは残るかと思ったけど全然半分より残らないな。のり。なので次の最後のやお茶漬けは薬味を乗っけて昼にやる。旦那様お茶漬けでございます。どうかな、この出汁美味しいかな。この出汁さ、夏に日本でいただいたやつなの。なんかタイの出汁だ。タイ、うん、ああ、魚のタイ。あ、そうそう、あのタイ国、タイ王国じゃなくて。あ、めっちゃいい香り。あった。うん、さっぱり。子供の頃、まあ僕おばあさんのところでよく、うん、それを食べた。うん、それは茹でた、うん、まあ、エリの焼き魚も美味しい。さっぱり。やばい、これさっぱりしちゃうからこれ食べたらもう一杯これいけちゃいそう。3度美味しいひつまぶし、だし茶漬けで締めるかと思いきやまた薬味バージョンに戻ったりしておかわりの連続最後さ、だし茶漬けにさ、わさび入れるの忘れたから最後それだけやった。そうね、わさびも味変のおかげか、お箸が止まりません。最後のちょっとだ。じゃあ、僕、息子くんの食べ方も。あー、海苔巻きにしちゃうのね。お茶漬けにせずに、わさびで食べるのって。そう、うん、半分ぐらいは残して明日のランチにできるかなと思っていたのですが息子くんもおかわりしてくれて残ったのは1人前ぐらい。美味しすぎました。お腹いっぱい。何歳ですか。なんで先に。いろんなものペブリーでするから。何、待って、ちょっと待って最後にじゃあ一緒にごちそうさまして、あ、座ってすごいなさい。座ってください。はい、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ヘイロー。あ、ヘイロー。リアゴー。リアゴー。さーて、来週の二人パパは？ミスケくんです。来週の動画は今年最後の動画です。だから今年の総集編をお送りします。メッセパパと
みんな島に行った動画も少しありますよ。だからみんな絶対見てくださいね。ありがとう。またね。次回もまた見てくださいね。Sten, sax, påse, vad blir det?